セロトニントランスポーター遺伝子とは、神経伝達物質であるセロトニンの伝達に関係する遺伝情報が書き込まれた遺伝子である。染色体番号17に存在する。組み合わせは SS 型、SL 型、LL 型がある。1996年11月、ビュールツブルグ大学精神医学部のペーター・レッシュらが、S 型がセロトニン分泌に関与すると発表。 この遺伝子型を持つ者の,の割合は国や民族によって異なる。日本人は S 型保有傾向が欧米人に比べ5割も多い代わり、LL 型保有者は3%と世界で最も少ない。傾向としてはアフリカ欧米アジアの順番で LL 型が減少する。ABCGRCH38 アンセンブルリリース89 インスク0000108576アンセンブルメイ2017ハット ABCGRCM38 アンセンブルリリース89インスミュースク000020838 00アンセンブルメイ2017ハットヒューマンプブメドレファレンスマウスプブメドレファレンスクラウスピーターレッシュトモディートマルベングルアーミンハイルズスーゼットソボールベンジャミン D グリーンバーグ スーザン・ペトリ、ジョナサン・ベンジャミン、クレメンス・ワール・ミューラー、ディーンエイチ・ヘイマー、デニス・エル・マーフィー、アソシエーション・オブ・アングザイティ、リレーテッド・トレイツ・ウィズ、A ・ポリモルフィズム・イン・ザ・セロトニントランポジーン・レガヤラトリ、レギオン。サイエンス274、1527から1531、ドイ、10.1126、サイエンス27、274.5292、 1527、15一瞬1095から9203、http コロンスラッシュスラッシュ www.sciencemag.org スラッシュコンテントスラッシュ274スラッシュ5292スラッシュ15272012年2月5日閲覧。<laughs> 血液型より性格あなたの性格は DNA で決まっていた現代ビーズ。現代ビジネス。 2020年10月28日へ閲覧。ありがとうございます。